2つ目の段階。本書の前書きにおいて著者は国学ナショナルレーニングを17世紀末頃から古代日本についての興味が起こり、古い文献を文献学的にかつ解釈学的に研究し、自国の歴史、言語、宗教などを明らかにしようとした学問と捉え、ほぼ同時期のイギリスで起こった類似の現象、すなわちイギリス人がイギリスの歴史と国語を再発見した過程を探ろうとする目的を記録する。日本には国学という言葉があります。江戸時代、元折宣長、ね、株の町、名前は聞いたことありますよね。そういう人がそれまでは中国のもの、漢学が良かった、だけどそろそろ日本語の、ね、言霊によるものの考え方っていう方がいいのではないかっていうんで国学っていう学問ができた。それと同じような現象がイギリスにも起きたのではないか。これをイギリス人が言ってないか、ね、渡辺昌司さんのように国学っていうことが分かっている日本人だから発見することができたという、誇りを持って書いた。だから旧壮大な本なんだね。それどういうことかというと、イギリスだって昔から英語に対して自信があったわけじゃない。だってイギリスっていうのは、ローマに占領され、ケルト人がいて、あ、まずケルト人か、それからローマ人か、ね、でそこへアングロサクシン、サクソン人が入ってきて、ノルマン人が入ってきて、バイキングが入ってきて、ありとあらゆる国の宗教と言葉と文化が入ってきた。その中で自分たちが喋っている英語、アングロサクソンからやってきた英語に対して自信が出てきた。いつ頃か。これが16世紀のヘンリー8世の修道院打ち壊し運動の後ぐらいから始まって、エリザベス女王によってカンタベリー大司教になったマシュー・パーカーの業績、要するにヘンリー8世が、ね、カトリック、憎しということで宗教のイギリス国教会を作る、それから修道院が持っていたカトリックのものを全部捨てる、写本がイギリスの中世のものを今現存しているのが一番少ない。フランスやドイツやイタリアはちゃんと残っている。その理由はヘンリー8世がカトリック的なものは全部捨てさせたから。だから特に見たミサ典礼書とかそういうものは全部そんな捨てさせた。捨てたやつはどうしたかというと、いろんなところに出てくるんですね。あのろうそく売りが、ね、ろうそく質が悪いから手が油で嫌いだから、それを新聞紙の代わりに写本のあれをビリビリと破いて、それからあの道がぬかるんでるので、イギリスはね、チョーカーを履いてるわけだ、長靴を、革の、そいつを磨くために